な別にあのウォーカー 3JC の時にはこのアーティザンの設定の宣伝はしなくていいよね。一応あの今週来週の優勝者とバトルするときにこちらアーティザンの説明をしようかなとは思ってるけど、まあ、ニコキャストではいらんでしょ多分。去りました去りましたって多いな。なんかやってんの今。あらあら、ちょっとら、まあ円座さんだからな円座さんだからな、PC 死んでるからな、らしいからな。さあこちら、ウォーカースリージャパンカップ第26回準決勝、こちら7時に構えたのがヒューマンのビューサー選手、それに対し1時に構えたのがオークのリンクサービス選手。マップはシークレットバリー、解説はスラポップでお送りいたします。うん、あ、そう、マウス動かしていけないのに動かしちゃう癖があるな。かといってこの時間帯喋ることは今のところないんだよね。マップの説明ぐらいしかないんですけど、まあいらないでしょう今のところは。まあちょっとこの試合ちょっとまあメインイベントと言うべきでしょうか。メインの戦いにならない限り、皆さんハイスペック PC 手に入れたらどうなるんだろうな。スパイクあったら停止していいのに、停止してほしいのに。どちらかというとオブサーバーだから見ることできないんだけど。俺、僕と演座について語ってくれ。知らんがな、知らんがな。WOW やってんのか。リホストしてほしいとか言ってくれればいいんだけどな、ラグいい時は。別にあのルール上にもう最初の夜中にならないと、夜中以外の時はリホストできてないですよ。リホストしてもいい、リホストの要請することができるって書いてあるんですよね、ルール上に。だから本当にスパイクがひどくてリホストしてほしいならば言ってほしい。酒と涙とポップするの、いや、なんかさ全部語れないんだけど。あーっと、これリンクサベイ選手のブレードマスター登場しましたが、これリタも倒すことできそうにないですね。このミリティアのリソード速度の速さで見ると HP7 でギリギリ生き残る。さあ中に入った、入れないリンクサベイ選手。おっと、ここでわーぐら。でもこちらの被害はフェザント1体のみ、中に入ることができない。さあ中にひたすらこもり、ブレードマスター外に出ることが、中に入ることができない。さあフットマンも外に出ないようにデューサー選手うまく動かす。リンクサベス中に入りたい、しかし入れない。さあこの時間って非常にもったいない。まあピリティアだから。さあグラント2体がデューサー選手の後ろをつくことできるのか。ブレイドマスターが見たか、見えたか、見えていないか。見えていないですね。これアイテムショップの方に行ってしまう。さあウォーターエレメントの動きは見ることができた。さあウォーターエレメントはスルー。フットマンを狙っている、フットマンを狙っている。
フットマン狙っているが、アークメイジはいろんなところでアイテムか何か売っているようですね。さあ、ウォーターエレメント、今召喚の時間が切れた。さあ、フットマンが一生懸命逃げる。一生懸命逃げる。傷ついたフットマンをリンクサベ選手殴りたいが殴ることができない。さあ、一番後方にいるフットマンを殴りかかっている。さあ、アークメイジレベル2になり、ブーツを購入。そのままそのアークメイジの足で、リンクサベ選手の陣地に向かう。さあ、ウォーターエレメント召喚し、殴りかかるのは建設途中のオークバロー。さあ、オークバロー、こちら、ウォーターエレメント、レベル1とアークメイジで、壊すまでは至らないんですが、こちら、嫌がらせすることができる。こちら、ピオンが、まず木を切ることができていない、この4体。そして、なおかつ、修理しないと、ティア2イン後のハラスに対処できないので、ここでまた修理のために、木を消費しないといけない、地味な嫌がらせのデューサー選手。うん、うん。まだ、あれ、さあ、ここへ。スタッフオブテレポレーションも使っての陣地に行き、さあアイテムクローバーアタッククラス6はアークメイジの方に入る。さあダストもきっちり使い、ブレイドマスターレベル1、何もすることができない。アイテムサークレットも変えていない。アークメイジレベル2対レベル1、クリティカルストライクがあるのであればまだアークメイジこんなレベルでもなんと対処できそうなのですが、それでもやはりこのフットマンの量を殴られると言ったり、さあアークメイジも殴ることができない。フットマンも今一生懸命逃げているが、このフットマン倒すことができるのか。倒すことはできるはできるけれどもといった状態でしょうか。そろそろティア2アップできそうですね、互いに。さあまずティア2アップできそうならリンクサベイ選手、もっとエンザ選手、あ、もうやだもう、もうやだもう。さあデューサー選手どんどんレベル3を目指してますね、アークメイジ。そしてこれクリーピングすればレベル3になる経験値ですよ、こちら。ノールオーバーシーア、レベル5、レベル3、レベル3のノールアサシン。リンクサベイ選手のすぐ近くのノールたちを倒すことにより、レベル3になると、ティア2ハラスが非常に痛いんですが、ここでグラントが登場。ウォーターエレメントを狙っている、ウォーターエレメントの HP 31、10。そしてここでウォーターエレメント、効果時間が切れた。そしてそのレベル3になったアークメイジ、そのままプッシュに向かう。出てきたアイテムウォーターエレメントはレベル2。さあスピリットロッチを割りに行く。さあ後ろからプレイドマスターレベル1が登場。たけどもただのレベル1。さあここからアークメイジがバックすると同時にフットマンも一生懸命バックする。さあオークバローによってはウォーターエレメント倒したんですけれども、経験値にはオークバローではならない。さあブーツを互いに持っているので追いかけっこ。さあティア3アップ、そしてそのタイミングでティア2アップしたタイミングでアルケインサンクタムの2つパワービルディング、アイテムショップも立てている。さあフットマンも1体も殺されていない、いやしないよ。そしてまたテレポスタッフで登場、登場シャドウハンターがいる。さあシャドウハンターヘックスを覚えたのでしょうが、移動速度的には一応速いシャドウハンター、まずは1体フットマンヘックス、しかし2体目のヘックスはできていない。さあここでフットマンがここに2体目も殺されそうですね。2体目3体目もブレイドマスターによってこれは殺されてしまいそうですが、アークメイジ1人短期でリンクサベイ選手の陣地に向かう。さあスピリットロッチ今まだ建設途中、またスピリットロッチを割りに行く。さあウォーターエレメントレベル2のと、そしてスピリットロッチ、さあおっとセカンドヒーローが出てきたのはブラッドメイジ。さあ出てシャドウ操作です。さあブラッドメイジバニッシュによりブレードマスターを数秒無効化することができる。なおかつこちらバニッシュリチャージなので、リチャージなしなので非常に痛い。さあそしてグラントもボックスされてしまい、ここでグラント1体ダウン。そしてバニッシュ移動速度もダウンするので、こちら殺すことができていない。さあシャドウ、おっとここでシャドウハンターヘックスしたのは操作です。操作ですがダウン。そしてここでボックスが決まったリンクサベイ選手、 TP はもうまだ持っている。しかしシャドウハンターを受け渡すことをせずにシャドウハンターダウン。そしてバニッシュ自分にかけて、こちらブレードマスターから殴られないようにした。今来た最後の今準決勝です。さあバニッシュバニッシュバニッシュ、リンクサベイ選手ブレードマスター動くことができていない、活躍することができていない。その間にこちらリンクサベイ選手のグラントがどん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 死んでいく。さあグラントもこちらで死んでしまい、グラント1体逃がすことできていますが、またバニッシュ。さあしかしもうこちら、おっと、ま、ここでダストブレイドマスターブインドウォークをカンパ。さあ今ポーションオブヒーリングも使ってブラッドメイジの HP を回復させましたね。